皆さんこんにちは、ビーレジェンド田中です。この季節がやってまいりました。いつもとは違う七夕限定のパッケージです。こちらがね、きこぼしお兄さんと織姫お姉さんですね。風味の方はきこぼしブルーベリー風味と織姫いちごミルク風味となっております。昨年もね、販売させていただきましたが非常に、ね、大好評いただいたため、今年もね、再販とさせていただきます。一体どんなフレーバーになっているのか、早速レビューしていきたいと思います。それではまずね、きこぼしブルーベリー風味からいきたいと思います。ではこちらね、1キロパッケージご購入いただきますと大スプーンが付属してまいりますんで、こちらにね、パウダーをすり切って1杯計量して入れてあげてください。これすり切って入れていただくことで、タンパク質がね、20g 取れる設計になっておりますんで、ぜひこちらご活用ください。お水の方、シェーカーの方にね、150から 300ml ということですけれども、本日は 200ml 入れてきました。濃く飲みたい方はね、水の量を減らして、ちょっと味が濃いかなと思う方は水の量を増やして飲んであげてください。それではパウダーすり切って入れていきます。よいしょ。それではひこぼしブルーベリー風味いただきます。さっぱりして美味しいですね。うちのね、商品でいうと本当にベリベリベリ風味とか、あっち系のね、さっぱりとした飲みやすい口当たりになっております。じゃあちょっと次、織姫いちごミルク風味ですね。じゃあすり切っていっぱい入れていきます。よいしょ。織姫いちごミルク風味はピンクの綺麗ないちごミルクの色になりました。それでは織姫いちごミルク風味いただきます。こっちはあれですね、甘い系ですよね。本当にいちごミルクみたいな感じの味になっております。で、今回のね、こちらのね、限定フレーバー、それぞれで飲んでも美味しいんですけれども、半分ずつ入れてね、飲むっていう飲み方もね、本当にね、美味しい飲み方になっております。ちょっと早速ね、そちらもね、やっていきたいと思います。で、こちらね、スプーンの方の中にね、メモリがあるんで、ちょうどここのね、真ん中の部分まで入れたらね、ちょうど半分になりますんで、それぞれね、半分ずつ入れていきたいと思います。シェイカーにね、貼ってきてるお水はね、先ほどと一緒に 200ml です。これで大体半分ぐらいですね。よいしょ。ひこぼしブルーベリー風味を2分の1スクープで、こんなもんですかね。で、こちら織姫いちごミルク風味も半分、2分の1スクープですね。よいしょ。はい、シェイクすると、あれですね、織姫いちごミルクのね、ピンクが勝ちましたね。綺麗ないちごのね、ミルク色になりました。さあ、味の方はいかがでしょうかね。あ、美味しいですね。混ぜることで本当にね、ちょうどいい感じになりますね。ひこぼしブルーベリー風味でしたらかなりさっぱりな感じなんですけど、織姫いちごミルクが入ることでまろやかな飲みやすいいちごベリーです。で、本当にね、ひこぼしのブルーベリーのさっぱりとした味と織姫いちごミルクの甘い感じがね、本当に絶妙に合わさって、非常にね、飲みやすい癖になるね、いちごブルーベリーみたいなね、味になります。混ぜることによってそれぞれのね、良さがこう合わさって、非常にね、癖になる味になりますんでね、ぜひね、試して飲んでみていただければと思います。ひこぼしブルーベリー風味の栄養成分表示、1食あたり 116.2kcal、 タンパク質が 20.9g、 脂質が 1.7g、 炭水化物 5.1g、 食塩相当量 0.3g、 ビタミン C が 43.5mg、 ビタミン B6 が 1.5mg となります。で、こちら織姫いちごミルク風味ですけれども、 119.1kcal、 タンパク質が 20.7g、 脂質が 2.3g、
炭水化物 4.7g、 食塩相当量 0.2g、 ビタミン C が 42mg、 ビタミン B6 が 1.5mg となります。商品詳細につきましてはそれぞれこちら動画概要欄に貼り付けておきますんで、気になる方は商品ページに行ってご覧ください。ブルーベリー風味はさっぱりとして飲みやすい。こちら織姫いちごミルク風味は甘い感じでね、癖になります。ぜひねお好きな方を選んで試してみてください。本当に混ぜて飲んでも美味しいんでね、ぜひ混ぜてお飲みください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。